サムスン体遺跡の周辺地図サムスン体遺跡の考古遺物天根道人闘像金箔でできた金面を被せた聖道人闘像聖道建目仮面異行を呈する神の仮面聖道真珠和を大立人造サムスン体遺跡の出土物はすべてサムスン体博物館所蔵サムスン体遺跡は朝光文明に属する古代中国の遺跡の一つである1986年に 中国の四川省、特陽市考監視のサムスン体で発見された。紀元前2000年頃もしくはそれ以前と考えられる。極めて古い時代に属するサムスン体遺跡と、その文化は約5000年前から約3000年前頃に栄えた古食文化のものである。サムスン体遺跡自体は、1929年の春に、当地の農民が溝を掘っていた際に玉器を見つけた、ことで、 1931年にイギリス人牧師である VH ドネソーによって発見されていた。しかし、長く本格的な発掘はなされず、1980から1981年に初めて非戦勝文物委員会等により本格的な発掘調査が行われて大規模の住居跡が発見された。以後、発掘が継続して行われ、 1985年10月までに東、西城壁跡が発見されて、本遺跡が古色王国の都の城跡と見られるようになった。さらに、1986年には本遺跡の上限が約5000年前と見られるようになった。また、各種の貴重な玉器、金器、青銅器等が出土し、以上の成果により、1988年1月、国務院は本遺跡を 全国重点分物保護単位に指定した。発掘調査はさらに継続され、1996年秋には日中合同の磁気探査などの科学的調査が行われた。2005年に基本的な発掘調査を終え、現在整理研究中である。以上の発掘調査で本遺跡は 東城壁跡約1100メートル、南城壁跡約180メートル、西城壁跡約600メートルが確認され、北を八厚川とする城壁都市であることが分かった。サムスン大遺跡は新石器時代晩期文化に属し、上限を新石器時代晩期とし、下限を陰末収書期と延べ2000年近く続いた。四期に分かれ、第一期は四千八百から四零零零前で、 夏山文化時代に相当し、石器、陶器のみである。第2.3期は4000から3、200年前で、夏、陰時代に相当し、青銅器、玉器が出現し、宗教活動が盛んとなり、都市が建設される。第4期は3200、遺跡地区は、八津南岸に沿って、東西5000から6000メートル、南に2000から3000メートルに広がり、 総面積約12平方キロメートルで全体が保護区となり、城壁跡内を含む重要保護区の面積。サムスン体遺跡からは異様な造形が特徴な、制度性の仮面や巨大な人物像が多数出土している。サムスン体の遺跡及び文物の発見は3、4000年前の中国の長江文明の古色王国の存在と中華文明起源の多元性を有力に、 証明してくれる。出土する考古遺物はすべてサムスン大博物館が所蔵している。日本語名で表すことを基本とするが確認できないものが多い。聖度人闘像聖度性の頭部及び頸部で構成された人頭像は様々に異なる。造形物が数多く出土している。天根道人闘像、大金面闘像などとも称、金箔でできた金面を被せた 聖堂人頭像のことで様々に異なる造形物が数多く出土している。サムスンタイ文化の代表的な考古遺物として紹介されることが多い。頭頂の形によって平頂天根堂人頭像、丸頂き天根堂人頭像などと呼び分ける。聖堂建目仮面世界最大の聖堂製仮面、異様を呈する巨大な聖堂製の仮面であり、 サムスン体文化の代表的な考古遺物の一つ。中国語名は、青目、表具。日本語名は、青銅建目仮面、建目青銅仮面、青銅建目表具など、幅138センチメートル、高さ64.5センチメートル。大きな耳と奇妙に突き出した目を備えており、遥か彼方をも見通す神の顔を表したものと考えられている。突出した動向は、 長さ1 6 5センチメートル、計9センチメートル。額の中央に穴が開いているが、工述する制動体感縦目仮面に見られるような額飾りが取り付けられているのが本来の形で、それが失われたものと考えられている。口は微笑みを叩いている。1986年に二号祭祀軍より出土した二天長展示品。 聖堂体幹立て目仮面を大きな耳と突出した目を備えた神の頭部をかたどった仮面で額から真上に向けて伸長する長大な長く飾りを有する。日本語名は聖堂体幹立て目仮面、聖堂体幹立て目表具など、院大板器のもので、幅 78cm、高さ 82.5cm、1986年に2号採取具より出土、2点長展示品。 聖堂真珠、サムスン体遺跡の2号最主喰から1986年8月に出土した聖堂製の不草珠、中国5名、青紙、日本5名、聖堂真珠、陰台板記のもので、全高 396cm、増高 384cm、3階層になっている、幹の各層に3枝ずつが張り出しており、それぞれの枝に位置は、 全部で9羽の霊長が止まっている。枝先には果実がなり、木の下層には頭を下に向けた一頭の竜が張っている。青銅立人造世界最大の青銅成人物立像。直線的な造形をした、高さ約260センチメートルの像。陰大板期のもので、全高261センチメートル、増高172センチメートル、総重量180キログラム。 1986年に二号祭祀群より出土した竹の長い衣装を身にまとった祭祀の姿であり巨大な両手で何かを抱え持っていたと思われるがその何かは欠損している他の出土物から推定してギ牲であった可能性が高い三点超展示品青銅大鳥頭足の頭部をかたどった高さ40.3センチメートルの細具中国五名青大 聖堂人神景気、全高46.4センチメートル、人体をかたどった聖堂製立像であるが、頭部はなく、用途は推測しがたい。中国5名、青人神景気、義勢を持つ、祭祀造建築の象徴と思われる儀式用の杖を両手で抱え持つ4人の祭祀をかたどった聖堂製の小さな立像。ありがとうございます。